6月23日放送、金曜日の、スマイルたちへ、TBSK に、芸人のアキラ 100% が、登場。大ブレイクしたら芸の誕生秘話に、MC の中居正広、はじめ、金スマメンバー一同感動した様子だった。アキラ 100% が芸人になったのは、父、秀夫さんの影響だった。家庭では厳格な父が、職場で栄養スマイルを、振りまいている姿を見て、サラリーマンに離らないと決意。アキラ 100% 派、ああいう風に離りたくないな、みたいなものもありましたね、と、振り返った。大学を卒業後、役者を目指すものの全く、売れなかった。世間ではお笑いブームが起こり、芸人を目指すことに。36歳でアキラ 100% として、ピン芸人になった。いつまで経っても定職に、つかないアキラ 100% に、対して、秀夫さん派とても心配していたそう。余命少ない時期ですら、自身よりも息子のことを気にかけていた。父が生きている間に売れたい、その思いから脱ぐという決断を、したアキラ 100%。その後、テレビ番組のオーディションに、合格し、ピン芸人として初めてテレビに、出演した。父はテレビに映るアキラ 100% を、見て、とても喜んでいたという。しかし、秀夫さんは2016年に、高い、アキラ 100% のブレイクする姿を、見ることはなかった。VTR を見終わると、中居は、お父さんに見せたかったね、と、一言、アキラ 100% 派、いやー、そうですねー、ちょっと遅かったですねー、と、涙をにじませていた。そして中居は、ここまで上り詰めたっていうのは、もちろん天国で見てくれてるんじゃないかなと、思います、とアキラ 100% を、励ましていた。最後にアキラ 100% が、2位ネタ、マルコシチャンバラ、を、披露し、スタジオ全員が拍手喝采のうちに、放送は終了した。